いや実はねこの新バージョン結構見るの初めてクラスなんですけどね僕は。もしかしたら結構見かけるのかどうか。対する3話 M ダッシュはシュンウェイ、あとイオリとかかな。いつもの M ダッシュ言うならイオリ。さあ、まあこれブルマリー戦法ってことは多分シュンウェイに行けるということなんでしょう。さあスカーレットファントムは受け身不可なので大きさ辛いですね。しかしねブルマリーこのいわゆる昇竜拳の無敵技があるもちろん、あなんかいい感じ。さあ D 投げからこれも受け身か。さあブルマリーとシュンエイ結構おおうまい。スタンガンからランブを決めて、さあブラウィング、出ない、ジャンプ吹っ飛ばし、しっかり裏には昇竜で反撃して、あうまい。さあシュンウェイは軽く高いですね。 D 投げ、もう一戦、おお少しだ。ライジングインフリートで割り込んで、これはショージャンプ見てからやったのか、クリスタルビットが使って、さあシャーミシー発動で生きている。そしてこれはゲージためを兼ねたライジングインフリートでおよそ3ゲージのまま中堅の K ダッシュに。さあ中堅 K ダッシュ火力高いですよ。さあめくり火当たって、おそらくテレポからサイコソードやろうとしたのはテレポ出なかった形。ジャックフェニックス当てて、さあ EX フェニックスはねアテナ有利なんですけども、しっかりクローバイスで割り込んできましたね。さあ EX セロボは無敵。さあでかい、これはさあこれは行くんじゃないか、行くんじゃないか、行きました。先に1本取ったのは M ダッシュ。あ、映像に対して解説遅れてる。うん、多分ね、こっちね、こっち多分、あ、なるほどね、ごめんごめん、はい、まあ、待ってね、これ3話の M が1だよね、1ってやって、これ、どれなんだ、これ、どれが保存ね、これかな、はい。はい、すみません、今回は解説遅れてないはず、ごめんね。
ない。さあブルーマリー先ほどはかなり活躍していたんですが、昇竜刺さって、これはじりじりした展開続いてますね。14は一発入るとかなり減るゲームなんで、あー小足上り A だったので今の小足確定してたかもしれないですね。さあ EX ライオン、ライオン、さあ EX ミンター無敵があります。さあ駒投げの方の百裂ミンターは飛ばれてしまい、スペクターエクステンション2段目使うことあるんですね。さあおそらく今アクアスピアが飛ばれた形か。うまい、昇竜覇王でダウンを奪ってゲージを使わない。 EX 光源、反撃確定。さあ飛燕砲脚はオーバーキル気味だが倒せないよりかは全然いい。しかしね、 M ダッシュといえばやっぱイオリみたいなとこありますよね。クズ風からさあこれはジャンディがね相打ちになって、しかしこの秒数ならイオリの体力全開かもしれないですね。全開ですね。さあゲージは M ダッシュ有利、有利より当たって青い花、あーっと生発動が。さあこれは八乙女からサイカで勝ったのは M ダッシュ。さあ続いてウィナーズファイナルやるのかな。まあそう、ね、ねえ、そう、はい、かな、うん、まあとりあえず、はい、じゃあルーザーズ僕やってくるんで、ケツさんに解説してもらうか、はい、はい、はい、
さて私の方もルーザーベスト8のルーザーズが終わって、まあ、ルーザーズはカッチャーさんに勝ちましたが、で次のルーザーズが高知 KOG 対メア、まあ、関西対決ですね。でウィナーズの方がアバオ対スコア、オメガハイボール対決、アーケードの等身祭でこの2人チームを組んでいますが、仲間割れの試合、ああそうだ、さてボタンチェックカーですね。お互いいつものでしょう。スコアさん、この日のために練習してきたバネッサを投入してくるか間違いないがまあお互い俊英なジロハイデルから2キャラ選んで、あと1人クローネアバオが俊英、まあ、バイスハイデルでしょう。でスコアさんがマチュアを中継にしてきた、バイス対マチュアを行う形で、最後はハイデルの同キャラですね。で先方戦は聖戦、俊英対ナジロ、まあゴムでしょう。イメージ通りに動け、俊英がアバオ、開幕垂直 B を離してますね。スコアさんのナジドは開幕 B を離して D のためだけで戦う感じ。ジャンプも怪しい、アーセファーを重ねていく、まあ、出し切るガージ確定をしっかり取る、最大反撃ですね。アスパーノーゲージでの、まあ、お互いワンゲージ溜まってきた頃、ワンゲージ溜まるとブラウィングの方へもナジド側がしっかりやっているとちょっとできないので、主演側連携を変える必要がある。だこれワンゲージ吐かせた、でかい。あっとここは壊し先端だったため5番までつながらず、そこに確定の ND からワンコンボでかいですね。投げる、あともう1回投げです、死んでしまう。31秒、俊英満タン、体力満タンですね。大幅リード、ゲージもリード、ゲージはリード、うん。さてスコアさんのマチュア、一気に相手を倒すっていう感じのキャラではなくて、どうしてもガクラとか意識のすると連携で倒すキャラなので、時間は使うしゲージも吐く、まあ、デスローに割り込んでいく、あれ隙間があるんですよね、まあ、本当最初にキャンセルすればあれですけど、まあ、脅威フリートをぶっ放していく、イケイケですね。アバオス俊英ダッシュしガード、CD ガード、ここは橋の鬼のような片目がジャンプ C、ダンプ PD、ゴリゴリとガクラが溜まっていって、ここは倒しきるでしょう。ノクマックス、ノクターナイツ。そしてバイス対マチュア、ヤガミチーム対決が、ちょっとゲージが差がありますね。これバイスがちょっともうゲージのリターン差に任せていっちゃったら結構きついんじゃないか。しかし体力リードとりあえず取ったのはバイスだが、もうカマーンとダッシュして ND で発動でマックスのオーバーキルまで入れて
ここは直で中断、勝負を早く限りと。4ゲージフルで使い切って倒すのはアバオ。バイス対ハイデルン、まあですがバイスノーゲージですが嫌ですね。ハイデルン結構こうやって球をね軸に戦うんで、どうしてもちょっと時間がかかるのと、球をガードさせることでちょっとゲージも溜まってしまうので、あっとここは確定の反撃ありましたが、あもうできず、スパ救われた形。ここは前 B から発動、アーサーツセーバーガードできず、結構一気に形勢が変わってきましたね。さっきもパーシャが効いたが、うまい、ここは足払いクロスに確定の前提から、おっと逃げたかったが、最後あの30秒間近になるとお互いちょっと行動が変わってくるので、アボさん30秒聞いたけど逃げたかったが、そこにガーキャン好転してしまって技術一本無駄にしてしまった形。これは痛い、かなり5分近い状況、もう5分ですね。あとはもう同キャンのスキルといったところか。ジャブとし投げるのはスコアの入ってる。ここはだ今なんか出なかったか、ここバンス結構追い込まれてる。ここは確定ノーゲージなので、まあワンチャンスのままノーゲージをコンボして、ただもう危ないぞ体力が。ガーたまらずガーキャン追うがジャンプティー酔っ払う、スコアの入ってるが追っ払うが、ここは絶えず発動、ああ確定はせずあるぞ、アバーの入ってるが、あこれ発動ワンゲージ止まったハイデルンで逆転、一本取ったなスコア。ブースラスパキャン、ハイデルンの車輪マックスハイデルンスラッシュに確定を取れなかったのが痛かったですね。あそこでもう一気に本来あのスコア差が終わってる試合だったんですけども、かなり山尾さんとしては悔やまれる形、まあまだ一本目だったのでよかったが、あそこは6フレ以内の技で換気が確定ですんで、まあバイスの小技とか、あれしゃがみしって5フレだったっけ、まあしゃがみしもだし、まあ何でも確定しますねそれをまあ大会ならではの緊張か、ちょっとタイミングをミスってしまって、技再生技が出ず食らってしまった感じ。まあしかも近い距離でしたからね、マジで何でもアッパーかな、まあアッパーでしょうね。さてさて、まあ青側としてはミスで負けてしまったのでちょっと気を取り直したいところ、うまく立て直せるか。先ほどはかなりいい形でナジドを倒していたかったが、今度は攻めがちょっと今度は落ち着いてガードする、しかしおっとでかい最大範囲を取っていく、漏れ投げの漏れに対して禁止からフルコン、まあ体力状況、うわここでセーフ溜まってますね。ワンゲージレベル2からワンゲージのコンボでゲージも溜まる、結構ナジュ側としてはワンゲージあるとかなり落ち着けますね。なんつやの小足前 B ブラウの連携を、まあ、ワンゲージが変われば返せるので、ここはアマソンうまかったですね。ジャンプシーに対して先端あジャンプシーが当たらない位置の小足でうまくコンボにしていく、お互いかなり、まあ、ゴムの状況をやっていく。イフリートあのファントムから強イフリートを連携、そしてまた俊英アワオガが取っていく、開幕ぶっ込む、開幕 CD って当たらない距離のはずなんですけど歩いていたか。デスロー、デスローガードしてデスローを投げましたね。アワさん知ってたかな、あれであのコパンデスローってあの近い位置だと隙間ができちゃった時に投げれるんですよね。コパンコパンコパン小技3発刻んだ後のデスローならば投げれないんですけど、まあ構わず連携を振り出していくのはスコア確定ですね。まあ2ゲージ払ったが、いやこれは正解でしょう。男性体力がやばい、ここでくぐってこのバイ、このね、マチュアのね、
ちょっと弱いところをついてきましたね今。あそこ技振るの何を選ぶのも苦しいんですけど、で飛ぶしかないって言ったところにちょっとねダッシュして壊しするとめくりの技がないんで、町屋はああいうダッシュでダッシュ壊しみたいな行動結構噛み合いやすい。さあスコアさん、このハイデル1枚で、まあ、最後はアバオさんもう運が良ければなんとかなるやろぐらいな感じでゆっくりと話してましたが、まあここからですね。ハイデルね、ここからゲージをうまく使ってしょう、ゲージをね本当うまく使えば本当に全然いけるんですけど、それが本当に難しい。さあこれですね、これでかなり結構厳しくなった。おっと今度はまたやってきたか、そもそもなんか中段の重なってなかった気がする。まあ結構ですね発動しますね。まあこれ学ランを意識させての行動でしょう。あーっとうまい、まあ、4で前転からここまたやってきた。スコアさんさすがにでしたね。ムンスラから大会見せ補正でミスエース。今度はもうしっかりしゃがみしいからフルコーンを叩き込んで1-1。ここで休憩と、お互い声をかけて休憩っつって。さあアバオかスコアか、先鋒戦がかなり鍵を握るが、なかなかまだナジュラドらしい展開っていうのは見てないんでね、俊英がかなり安定して活躍している形、ナジド側がナジドの爆発力で持っていくみたいなのはまだないので、それが起きればスパさんかなりいいですが、ジャンプ C 置き攻めが通り、これまあ多分スパさんまた片ためでしょう。また行くめくってから無敵だけ、ここはもうスターンも見えてきますね。ただもうどっちにしろすいません、ジャンプ D ドロップではなく置き攻めでコンボもして持っていった形。アボさん気合を入れ直す。バイスがね持ってっちゃえば本当にすぐ試合を終わらせることも多いんで、バイスは本当にここね、バイス時間使いたくねえだろうな。あのナジオ側は、まあ、溜めてるんですけど、おーっといい、あ MP から橋ですね、これ橋で殺しきりたいで、ナジオ側は溜まってるんですが、で1本溜まってるとレベル3以上溜まってるとちょっと置き攻めに対して安心っていうのも、あの置き攻めの中下段に対してドロップをパナして拒否ができるんで、あっとうまい、お決まりの連携に対してワンボタンで返せるドロップから2ゲージのコンボを叩き込んで30秒も切った。これかなり山さんとしてはでかい展開、痛い展開、強セーフを重ねていく。天尾さん、さっきのコンボミス、コンボ完走してればあれはドロップ食らうことはなかったんですが、とても痛い、これ痛いですね。天尾さん、もうそしてムンスラのガードにワンコンボでかい、ジャンプ前シーンを重ねていく、アーセファのように惜しくダーシャがみしい、まあまあ違ったんでしょうけど、さすがにミスか。しかしこれもうナジオらしい展開にはなってしまった。ナジド、ナジドのねレベル4ドロップ指導はね2ゲージ使うと何役減りますよ。まあ補正が効いてないんですよ。スティンガー、スティンガー前 B で落として、連携を繰り出していく。アバオこれでかいですね、まあ、EX 分散まで帰ってこれかなりアバオ側としてはいい展開なんじゃないか。でかいでかい、
これはスコアの街は結構何もできずにやられてしまった。ゲージは払わせたが、アバオさんとしてはかなりありがたい展開。ゲージ差あるが、スコアさん逆に攻撃差どう生かすか注目ですね。生活動もあるぞ。あくまでクロスカッターでゆっくりやるか。最初はもう5ゲージ余ってしまった。いや、これは5ゲージコンボを選択せず、これ2ゲージコンボですね。で、生発動から、うおっと、端若干だけ隙間があった。これを読んでいた。ああ、相打ちに対して何やかんやある。こうなる。ああ、ここは足払いが、ああ、ホームロニーアキエクササツセーバーまあ、お互い発動カウントいろいろありますね、ハイデルにとっては。勝ったのはスコアさん。そしてここで次がアバオさん、負けた側のアバオさんと僕か。はい、ちょっと一旦解説変わりまして、鉄郎が担当します。さあ、クローネ・アボ選手、先ほど負けて連戦ですが、ベルプレイド・ケツ選手との対戦となります。さあ、シュウエ対ナジドは、これはボタンチェックですね。大変失礼しました。さあ、メンバーセレクトに戻って、メンバーセレクト、さあ、シュウエイ・ハイデルン、そしてババオさんはシュウエイ・ハイデルン・バイス、そして決断も変わらずシュウエイ・ナジド・ハイデルン。まあ、そうですね、このバージョンを象徴するようなキャラチーム構成になっております。さあ、先鋒戦、イメージ通りに動け。さあ、シュウエイ・ナジド、これはナジド、さあ、セーフを当てて、さあ、パンセーフ、サンナイは出し切って、さあ、 CD から攻め、さあ、固めてエディ乗っかって、お、走って追っかける、ガードクラッシュから、これでワンコンボ、それで一気攻め、さあ、固めて、サイド固めて、さあ、ガード崩して、発動、発動から、これはガークラッシュせず、セーフで切り返して、さあ、逆になるアイカーブで減る。さあ、3度目も出し切るが、ジョーク当たりしていたが、なんで食って壊し、勝ったのはワオさんのシュウエイ。さあ、シュウエイ同キャラ対決、先ほど 1P 勝ったのはワオ選手のシュウエイでしたが、さあ、6割ほど回復して、さあ、同キャラ、いや、エンディ勝ち合い、さあ、ブラウで固めて、ガシゲダン一本取り返す。ベルプレイド・ケツ選手、中堅戦、面白い、やろうか。
さあ中堅出てくるのはバイス、先ほども活躍していたキャラですが、さあうまく受けられるか。さあ牽制戦、どちらも強攻撃が長いキャラなのでお互い見ていますが、発動して丁寧にやって、 EXD サイドはガード乗っかって乗っかって発動、ここからどうする、空中戦、言葉が当たる、フレーム消費か、固めて、おお当たる、ライジングフィートが当たって、まあ、ガークラ寸前で阿波尾選手のバイスが逃げ出す。さあ小足暴れして、おお中段ガードする、うまい、EXT サイド当たって、これはガレージが なくて時間がなかったが、 EX プラッシュ当てて生当て、阿波尾選手のバイスが勝利。さあ大将ハイデルが先に引きずり出されたケツ選手、開幕すかしコマ投げから中段当てて通常投げと、これはいい暴れ、さあバイスいい具合に活躍しています。さあ中段はガードされるが問題なし、あー EXD サイド差し返されて勝ったのはハイデルンのケツ選手。さあハイデルン対決、またまたハイデルン対決でございます。さあお中段発動から、しかしうまく透かして相打って、あ中段入ってしまう、 EX コマ投げまで。さあ置き攻めはめくりガードして、バイ、攻めているのはケツ選手、これは有利ですね。3ゲージ溜まって、これ何かあると、これは出ない、いやーこれはしんどい、うわー発動して勝ったのはクローデ阿波選手。許しなし、結果で証明したのだ。さあ再び先鋒戦、周囲 VS なしと、さあなしとが暴れてうまくセイフ3段まで当てる。さあ時間を使いたいナジドと突っ込みたい俊英ですが、うまい具合に先制をばらまいて、さあめくりのジャンプシー当たって、これは倒れるでしょう。一本取ったのはナジドの選手。面白いやろうか。さあ中堅のバイス、立って、さあ時間が経っていくと有利になるのなしと、中段しかし空中ぐらいになって逃げて、これはセーフからアイカーブ、
はい、さあ EX ミサイル飛ばれて、あ、これは反対が向かず、しかし王様大幅でリードしているのはケツ選手のナシド。さあこれはナシドが三立てしてしまうのか。さあ馬王選手大将の範囲での引きずり出されて、さあ時間を使って、これは弾があってしんどいと思うんですが、それでも時間を使えば使うほどナシドにボタンが溜まってきます。投げてこれを発動させていきたい、しかし投げ暴れが上手い、あー相打ち、3立て合わせてきました。さあ中堅周囲バースタイデル、これをしのぎれるか馬王選手、ゲージはお互い満タン。さあ EX 発動して、さあ状況で重ねてジャンプ攻撃ガードされて、発動コンボからこれは2ゲージしっかり倒れるでしょう。追いついた馬王選手、ゲージ状況ではケツさんのハイデルンが有利なんですが、追いついた勢いどう出るか。しっかりこのスピーディーかつリーチの長い攻防がハイデルン同キャラですが、お互い避けれる技があるので、まあ噛み合うとこうなってしまうか。さあ投げてアサルトセイバーか突っ込んで投げて、さあこれは当たる、ピンギーは下段、これはゲージ使って残りは残らず、あと100、あー使わせて差し返す、1-1。今まさに SNK ヒロインズのアナウンスがなされているんですが、ウェルプレイドケツさんが決勝に残っておりまして、もう少々ヒロインズの決勝はお待たせすることになります。大変失礼します。さあ1-1、私が勝っても恨み、イメージ通りに動け、さあ最初に触ったのはアバオさんの周囲、固めて固めて、しかしセーフが当たって、いつわりファリーラまで、しかし投げはしっかり受けて、しんどい、うわうまい、空対空うまい、続けてエンディーからセーフは当たってファディーラまで逆転。
先鋒戦取ったのはゲッツダムナジド。面白いやろうか。さあ中堅はマチュ、バイスですね。ふわっと飛びが刺さって倒れたのはナジド。イメージ通りに動け動け。さて中堅戦、バイスバス俊英、バイスの発を刺さったんですが、勝ったのはアバオさんのバイス。さあ追い詰められた決戦手ハイデルン、どうなる。投げてこれはかぶせて、さあ攻めて、しかしスカッツ、そこに AT 発動なさってしまう。勝ったのはクローネアバオ選手です。おめでとうございます。二度と嗅ぎ回れないよ。全身の骨を折ってやるよ。まずはその長い足からだよ。
メンバーセレクト。私が指揮を最高よ。マイク転送中です。なんかコメントをいただけると助かります。マイク転送中です。大丈夫かな、大丈夫やという体で喋っていきます。じゃあ試合の方見ていきますのでよろしくお願いします。はい、では、1P、アバオ 2P 工事 KOG となります。解説の方、実況解説の方、私ウーの方でやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、試合の方もう始まってます。先方レオナ対ダイナソー。さあ試合展開はアバオ選手が追い詰めて乗ってる感じだが、さあうまく抜け出してディナーオブダイナーを決めていく。さあ画面端をキープしてますね。あと発動が漏れてしまう。さあレオナ発動が漏れてしまっても EX アダチはかなり強いので問題ないでしょう。さあじりじりとした展開だが攻め、おっと中段に確定反撃。さあおっと工事 KOG のダイナソーがノリノリである。うまいうまい。さあ何かよからぬことを狙ってそうだが、さあ下ってめくりからコンボを決めて先方戦勝ったのはアバオ選手です。さあかなり一進一退の攻防ですので、まあ、体力差などはほとんどないと言っても過言ではありません。さあここで早めの決着ができればほぼ関係ない状態ですが、さあ中段が通ってめくりが強い。おっと、あーそうですね、立ち吹っ飛ばしが地上くらいしたのでコンボがつながりますが、バースの立ち吹っ飛ばしがかなり強力な地上牽制技なのでなかなかダメージを取れる技にはなっております。さあ最後にコパン暴れで、この対決を制したのは工事 KOG。 なかなかいい勝負してくれますね。いいですね。さあゲージ差は先ほど有利を取ったアバオ選手の方に傾いておりますが、さあこれがどう大きく影響するかどうかはちょっとまだ分かりません。さあ画面端の周囲の固めが強い。たまらずガーキャンで抜け出すがお互いガーキャンを抜け合ってますね。さあナイスガードから、さあ小間投げもしっかり飛んでいく。さあバースがじっくりと攻撃をしながら戦っているが、俊英が差し込んでいく形。さあ工事 KOG 選手の、立ち回りはなかなか堅実にじっくりいくといった感じですね。に対する、アバオ選手は、結構押しながら戦っているように感じられます。さあしかしうまく、さばききれないような攻めをして、中堅対決を制したのはアバオ選手です。さあ体力差もかなりきつい状況。さあ俊英の小足が光る。さあこれです超ダメージ。俊英の1ゲージコンボはねかなり火力が高いコンボとなっておりますので、こういったところは非常に強いキャラクターとなります。さあマチュアも一瞬の隙を突いて反撃を試みるが、ちょっとまだ何も起きてない感じか。おっと風太を制して、さあじっくり決めて、さあなんとか大将を引きずり出すことに成功しました工事 KOG 選手。さあ最後に立つのはハイデル。かなり守備が強く攻めが強い、ゲージを持ってはかなりの強いキャラクターとなっております。発動から EX モンスター、あとナイスアバレが通って
さあコンボからノッカーマルライスを決めていく。さあゲージはなくなったが、まあ仕方ないといった状況ですね。さあ対する、おっとハイゼルンは、さあ超必殺技を仮面に戦っていきます。さあマチュアが画面端で固めていく。おっとちょっとハイデルンの超必殺技 の、 あのちょっと名前忘れましたが、うまく機能してない感じがしますね。さあただ発動状態のハイデルンは非常に強力なので、おっとクロスカッターを打って、工事系 OG 選手の、マチュアが手前側に降りるジャンプをしたのですが、それを読み切って上り吹っ飛ばしでアバオ選手が迎撃したという形で決着がつきました。先方、1本目をまず取ったのはアバオ選手です。リーチとなります。さあお互いキャラチェンジはないという状況ですね。さあダイナソー VS レオナ、さあ体力差はねかなりある組み合わせなんですが、まあ、体力が低い分、おっと隙がない。まあ、グランドセーバーの追撃を入れて隙がないという状況でしたね。さあレオナというキャラクター、体力自体がね相当低いキャラクターで、このゲーム中でも最弱の900組となっております。に対する、キングオブダイナソーの方は、体力はあの最大組ではありませんが、非常に高い1100となっておりまして、体力200差の、差があるといった状況です。さあ試合の方はレオナがかなり押していて、ダイナソーがさばききれないといった感じです。さあ小足で崩れてしまってワンコンボを決まって、先方対決の制者のアバオ選手、なかなか攻めが素晴らしいですね。さあ工事 KOG 選手の、ゲージはふんだんにあるので逆転はいつでもできるが、発動からのコマンド投げを決めて、さあ超必殺技ダメージを取っていく。さあこれがバースのね強いところですからね、コマンド投げからリターンがすごい高い。さあそしてジャークジャークのコンボから、ダークネスコリジョンをかさ当てさせています。まあ、このダークネスコリジョンという必殺技ですが、手を上から振り上げて下にドンと叩きつける技ですね。まあ、本来2ヒット技なんで、まあ、2段目が当たってダウンするといった技となるんですが、先端部分を当てると2段目が空振って相手が膝崩れになって倒れているところに追撃ができるといった性能があります。ということで弱攻撃をちょっとギリギリのセンターまで刻んで傘当てをさせるといった戦法がなかなか強力で すごい威力の高いコンボとなります。さあアバオ選手が押していた状況ですが、なんとか浩二選手が巻き返している感じですね。さあ俊英が発動するが、あーっとちょっと傘当て効果難しかったが、さあバースの座高が高いため、相手の上りジャンプ攻撃が中断になってしまうので、立ちガードを入れっぱにしていたんですが、そこに下段が刺さって対象を引きずり出すことに成功しました。さあ俊英がいいノリノリで攻めていく。さあノーゲージでもこのキャラクターかなりの高ダメージを叩き出す上にゲージ回収も結構します。さあそしてこれが有利です。画面端のジャークジャックから有利を取っていく、すごいキャラクター。さああっとジャンプ飛ばしカウンターヒットがしてカウンターコンボをやろうとしましたが、ちょっとタイミングがうまく噛み合いませんでした。さあこれはかなり苦しいが、さあ小足発動からコンボ決めるがまだ生きている。なんとかしてここは制したいが、アバオ選手が硬い。さあ崩れなくてナイス、アバネのコパン、マジアの最速技ですね。さあ根性でアバレを通しました。さあそして最後に出てくるのはハイデルン。さあ当時 KOG 選手のマチュアの体力がかなり厳しいといった状況ですが、そしてめくりが通って、これがミスがなければ終わるでしょう。
さあ、しっかりコンボを決めて勝ったのは青選手です。おめでとうございます。これでベスト3まで、確定したという感じなので、以後は、壇上の方で配信の方させていただきます。また一品がスコアじゃない、一品が3枚ブラッシュ、これどこ見ながら歩いてもいい。まあ、あとはジャージの使う側、スパーさんの溜めてるボタンにも注目ですね。さあ、ナジュードは、キックボタンを溜めることでね、いわゆるドロップキックを発動できるホールドキャラなんですけど、あれって残り何秒で溜まってるんですね。あ、もう実は46過ぎたらレベル4、レベル4、さあレベル4最大、あーっとちょっとミス。でも2つ溜めてるともう1回打てるわけですね。いきません。あ、1つでした、さっき溜めてたの。溜めていない、難しげだ。先ほどの超必殺技の練習途中に溜め始めて、そう溜め始めましたってことですね。はい、結構その溜め始めるタイミングとか、そう早く溜め始めた方がいいんですけど、演出に、はい、それも結構同じ人の腕前ともありますね。結構指忙しいんですよ。あれレベル2で追撃できるんですか。そうですね、はい、レベル2は何秒で溜まるんですか。何秒、56、55もう溜まってますね。はい、つまり6カウントぐらい。はい、おっと、イエスタイントリガーが、おっと確か無敵あるんです、ね、無敵ありますね、はい、そう今レベル4だったんで無敵で、さあガードされちゃいました。おっとスコアさん2つ食べてましたね。おう、体育、さあナジュドは体力950なので平均のキャラより少しだけ脆いですね。まあ実はこの K ダッシュも脆いんですよね。対する山崎確か1050ですね。まあ、まあこれだけムキムキなんで。さあ大会でも山崎珍しい、あまりこの決勝の舞台で山崎が映るって、ね、ないんでね、ちょっと本当わかんないです。これ飛び道具を跳ね返す倍返しが結構 K ダッシュに有効なのか、有効なのか。あとあの山崎がヘビ使い振ってますよね。どんどん減少上がってますね。はい、これ必殺技なんで減少上がるんですよね。おっと、あー、下段が刺さって、さあ M ダッシュさん打ちますね。昇竜一生ヘビ使い。これまさか相性差がすごいのか。すごいのでは、ヘビ使いの前に相当寄り出そうだが、あっ発音は聞いてる。なんだかんだ、まあ無難的にやってますから。おお、これ完走するでしょう。今読み合いとしては、ヘビ使いを飛ぼうと大ジャンプしたところに、そうですね、ダッシュでくぐって小足で決めましたね。しかしヘビ使いの見た目的に大ジャンプ以外無理そうに見えます。早出しジャンプ吹っ飛ばしとか、それちょっと持ち上がる、判定が持ち上がる技で吹っ飛ばしとかなら、はい、まあ相打ち取られてもまだいいかなと。結構あのそういう気を使った攻撃じゃないと潰されたりとか相打ちになったりとかしますんで、はい、ヘビ使いの前に。さあ K ダッシュですか、あの人はイオリ飛びの人イオリも結構相当効きますね。しかし相手の飛び落としたのは M の方、あー1050。ああ1050効いてますねこれ。このゲーム結構体力差がすごくて、上は1200、下は900という、900かなり300差があるのやばい、はい、さあハイデン実は1050。ハイデン、これね軍人キャラでムキムキだというのもあって、おっと EX クロスカッターの前に突進して発動、あースパさん男気のだ、これはミスでしょ。はい、M ダッシュのより、あーさあ無敵技のムーンスラッシャーをガードして先に1本取ったのは M ダッシュ、かなり辛いムーンスラでしたね、はい、そうあれパナスアイともうどうしても攻めがきついような M さんの攻め、
さ、ハミネルはタネキャラなんで、やっぱり人波が溜まってるときは結構打ってしまいがちなそうですね。あとあの小技がちょっと遅いんで、あのイオリの攻めに対してかなり通常技でも切り返しづらい、それがネックで、本当にああいう無敵がある技でしかちょっと切り返しづらいっていうのがありますね。さあ、キャラクター変更せず山崎を支持してますね、これは、はい、というのも山崎結構活躍しましたね、さあ、これもう溜まってるんですね、レベルにもう溜まってますね、もうコンボ行きます。我慢はノーゲージなんで、まあ、そのめちゃくちゃ痛いとかではないですが、ね、ただこれでもう1本溜まるで、はい、このナジとシュウエイ、はい、この組み合わせ、あのシュウエイの連携で、まあ、あの壊し、マイビー、ブラウィングってあるじゃないですか、はい、あれに対してワンゲージあると切り返せるようになるので、はい、結構ワンゲージあると、まあ、ナジと側は安心できるよ、はい、ただこれ先方同士なんで、やっぱりワンゲージある状況っていうのは少ないことがある。そうですね、それ作るまで安定させたいですね。発動する発動する、これは暴れつぶしを兼ねた発動なのかですね。あとあの発動からもう直インタクみたいな策があるんで、小腹投げようもあーとか言ってる間にレベル4、キックボタンを離すと無敵技の突進技が出る今かなりスパさんもいいポイントで話しましたね。あの多分ドセンターなんで、多分ガードサイトもゴムとかむしろ有利まであった。あれってめり込むとマイナスが増えるけど、まだマイナス2ですけどね、はい、マイナス2か、まあ、さあこうしている間にももう溜まっている。あっ、あでかい、これはレベル3でしたか。なあー、いいコンボでしたね、はい、おっとちょっとあれ間違いなく締めてたものとは思うんですが、はい、ちょっとコンボです。おお、 EX のアイカブ両試してたおかげで EX で引き返し、かなりお互いゲージ使ってますね。スパーさんとしては30秒切りたい。これで K ダッシュの最後カウント、あーあー落ちる。今度はナジトが爆発、やっぱこういう勢いがありますね。果て知れぬアイカーブ一戦、すぐ楽にしてやる。そう、ナジトやっぱり体力どっとでも残ってるとああいう高火力の技があるから本当にこうしたくて前に行ったところ逆に狩られるみたいな、狩られますね、そういう展開多そうですね。怖いんですよ本当、はい、ドロップ溜まってると前に行くのも、こうやって闇払い打ってる間も溜まってるわけだから、そう下手したら死にますよこっから今からこっから高い高い、かなり理想的コンボですね。おっと、まずゲージはこう、さあ、バキャってゲージ使わないですね。ま、そうですね、まだ、まあ、キャラが残ってるんであえて使わなかった可能性もありますけど、はい、どっちにしようかの次のスパキャンしようかしまえば二郎ためだと次の攻めで死ぬんで、確かに状況重視がこう、そうですね。山崎のゲージは3ゲージ、おわっ、さあおー、うまい。あれ目押しなんですよね、あのコンボですね。難しいコンボをしっかり完走していく、あとは時間を使いたい。今毒状態になってるんですが、あーっと、あの山崎の超必殺技、新技のマムシ、マムシ、うん、あれマックス、あの毒のダメージが入ってるんですけれども、あれ毒のダメージを与える状態で、あの山崎側が攻撃を受けたりすると、はい、毒が解除されちゃうんですよね、はい、なもんですから、まあ、山崎は基本的にあれはやった後は下がる、攻撃を受けさえしなければ毒は解除されない、解除されない、はい、さあ、あの見た目でガン逃げする山崎結構結構面白いですね。ヤクザなはずなんだけどな、はい、まあ、しかし山崎のあの状況を作り出しているのはやはりこの先方ナジョですね。ですね、さあ、おー、これでかい。アーレットファントムからのライジングフリートはジャンプで飛び越えている。通常投げどんどん発動してきますね、スパーさん、どんどん発動してますね。やはり EX もプレッシャーがあるから、プレッシャーのおっとはめていない。しかし両打で解除して、もう中上り中段だけでも当たればみたいな感じですね。ナジド、これはでかいっすよ、はい、その両方溜めて
ってたら発動ってできる。ああ、まあ B だけ離せばできます。あ、そう、あ、できるんですね。はい、これナジの体力があるってことはそんだけ貯められるってことですから。そうですね。Mダッシュ選手の、お、まあここは溜まってる。理想の展開としてはナジのに一度も5番クラバスに倒すことができそうにない。これができそうにない。あ、一割のハリーラで締めて。話か。さあ、距離がガードされている。さあ、中段です。ガードされれば三角の中段。しかしこれ攻めきれないですね。怖いですよ。もう溜まってますよ。これはもちろん。おお。そう、一回からミニック。しっかり締めましょう。さあ。最も怖いキャラナジドを落とす。しかしこれこの後も厳しいですよ。山崎が3ゲージ対ケダシノーゲージ。3ゲージ山崎、先ほどのマムシ6がやっぱ嫌ですね。いやでもスコアさん、やはり待つのがうまい。ゲージも完全に溜まっていて。さあ何で締める？やはりマムシ。マムシだ。さあ6のダメージが強いぞ。まあな、大丈夫、何も受けずにいけばの、あのゼロゲージ、はい、もうドットまでいきますよ。さあドットまでいった。ちなみにこのゲーム削り KO があるゲームなので、そうですね、ドットまでいったら秘密会で終わり、はい、シャーで削れる。さあこのゲームで6ってマムシだけですよね。そうですね、もうこのこれしかないです。新技新システムの山崎、あのゼロ二とかそっち系だと、あの、はい、リンっていうキャラで毒ダメージがあったりはしたんですけど、リンはなんか毒っぽい見た目してる、はい、確かに。まあスパオティ14では初ですね。ユーリオリガードジャンプ A で砕く。ああ先ほどからイオリが大活躍している。結構山崎イオリって多分スコアさん的にも得意なカードだとは思うんですけど、やり慣れてるとは思うんですけど、かなりM さん側がしっかり取り返してきますね。 M ダッシュやはり10年以上イオリ使ってるだけありますね。まずね、うっ、さあゲージ大幅有利だから、どうですか。そう、この生発動が強い。なんかカウンターで200ぐらい減りましたよ。Sムンスラ4ゲージある、まだ発動していく。生発動が強い、弾が強い、ガクラも怖い。うわぁ弾が持ってくる。あまだ発動する。ああ、エクストームブリンガー勝ったのはスコア選手。うわ、かなりゲージさんは本当にうまく活かしましたね。生発動して何もやらなかった。やはり5ゲージハイデルのあの攻めをしのぎ切るのはほぼ無理ですね。まあ、その状況を作った山崎、そうですね、山崎とナジドの2人のおかげで5ゲージハイデルがしっかりと締めれた。完成すると。さあ M ダッシュさんそのままですよ、 M ダッシュさん。さあトップ3なんで残り2試合です。このルーザーズファイナルで勝った方がウィナーズで待ち構えるスコアさんに挑みます。しかしそうか、スコアさんのチーム、ナジドも、まあ、ナジドのゲージ成功率はもう言うまでもないんですけど、はい、山崎も自分でゲージ貯めて、で、マムシの2ゲージコンボのダメージも、まあ、毒が全部入れば、もう多分全キャラ中でトップぐらいなんで、すごいダメージ効率いいんですよね。そうですね、先ほどから毒解除されずに、あのそのまま倒しきってるので、実質火力が高いと言ってられますね。で、なもんですから、まあ、ハイデルンが、まあ、5ゲージ状況みたいなのを作れるみたいな。はい、そういう組み立ての構成のチームになるのかな、はい、確かに毒でダメージを与えながら蛇使いでゲージを貯められるみたいなのがなんか謎の効果力かつゲージを貯める、そうですね、コンボしてますね。いや山崎強いんですよ、はい、本当に。まあこれそのまま始まりそうですね。あー、いや、ボタンチェック、ボタンチェックかな、ボタンチェックで。さあ、1P 側スコアさんに代わりまして、アバオさんが座っております。クローネアバオ。
イクロは3は M ダッシュ。しかし M さんさっきずっと K ダッシュでいきましたね。バイスは投入せず、まあ、やっぱり、まあ、M ダッシュっていう名前からして、まあ、K ダッシュ使ってほしいところは僕らもあるけど、そうですね、まあ、これが本当に使ってほしい、はい、使って勝ってもらうのが一番なんですよ。さあこの試合ではどうでしょうか。選んできましたね K ダッシュ、 K ダッシュ M ダッシュの K ダッシュ。さあお久しぶりですね、アボさんのレオナ。お、レオナできたか。バイス投入せず、しかも中堅ですよ。つまり K ダッシュに行けるのはバイスよりレオナということ。そういうことか。しかしなんかスコアさんもアバーさんもこの時のため用になんかキャラをちょっと変えてきてますね。本キャラ、本当の本キャラがちょっとずらしてくる。やはり14のプレイヤーといえば M ダッシュを対策しないわけにはいかないですからね。そうですね、 M さん意識で考えているんでしょう。あ、裏にライジングフリット、あ、お互いフリット回していく、長い抜き際に、まだやる。ライジングフリット相打ちすれば拾えるという。あっと、もう入って決めたのはアバウの方か。スカーレットファントムで締めてダウン回避できず、スカーレットファントムブラウィング、おお、隙間を抜けていった。ストライクステーション、これも置き攻めは下げれます。お、置いていった、壊しを少して追いついている。あー、30秒以内倒しましたね。これで帰る回復も大きい。さあシュウレイ試合展開が早い。さあここでレオナですが、でかい、ゴールデンクでかい、うわー、ガードから、さあレオナの中段ストライクアーチはマイナス6、壊しが確定します。あれね、反応難しいですけどね、本当に中段ガードして特定してするの。さあ九死一生、レオナはこのゲームで一番体力の低い900です。次のコンボくらいは瀕死になっていますね。 K ダッシュも火力高いですからね。さあレオナの体力は、9割。あ、これアボさん有利の状況。おお、来た。さあこれクラッチライダー、ワンゲージで半分減ったこのレオナの体力。レオナも火力は高いんですが指導が入らなければ意味がない。だー、集団この大幅有利な状況で確かにあれガードされたらかなり弱かったですからね。フルコンですからね、K ダッシュの中段は。それでも勝負どころだとは打っていく。しかしその中段当たったことにより中堅対象の体力もつく。正解、おお、これはでかいぞ。これどんだけいるんですか。位置はいいぞ。あっと、まあ、多分どうだろうな、この選択迷ったんだろうな、アボさんも。これは倒しきるでしょう。わーっと、ムンサー、今絶対ムンサーだったんですが、はい、出ず。足から。足が長い、足が長い。まあ、なんだかんだ状況的には五分。かなり飛びましたね。倒しきれば、倒しきれば、アボさん有利なんですが。あと一発だが、うわー、ナハロースパイク、いきなりぶっ込んでくる。中断、正解、下段、あーっと、勝負が逃げましたね、今。しかし、1ゲージ使わせて倒しきる。ヘビアボーさんがもうでかい。流れは有利だが、状況は不利。だー、決まっちまうでしょう。だー、出ない。あー、走り込む。入ってるの球なんていう名前、クロスカッター、クロスカッター。さあクロスカッターにダッシュフォアシを差し込んで先に1本取ったのは M ダッシュ。いや、やっぱ走り込み、 M さんの走り込み光りますねですね。やはり飛びがうまいから横もその通りやすくなる。んで、なんだろうな、走り込むのに対して逆にこっちがジャンプ狙おうとするとやっぱ M ダッシュの対空って本当にズバ抜けてるんで、それもなかなかできない、まあ、それでよってより横が通る、はい、飛び鋭くて横もうまくて対空も出る理想ですね理想ですそれはイメージ通りに動けよ。
お互いなんか同じ行動してるが裏切りのパンツにくいとかつかされた、はい、さあこの敵だろといってパンチをするスカーレットアントンがガードさせてマイナスフレーム、これはでかいぞ。そしてこのゲームでほぼ唯一と言っていい空中ランチの必殺技があります。入った。あ、これかなり難易度高いコンボ今決めましたね。あれ最大橋の最大なんですが、まあ、コンボ有用としてはほぼないぐらい。さあしっかり高めを目指していくが、お、でかいぞ。これは阿波さん生き残る甲斐があった。でかい、使っていきましょう。マックススペクターエクステンション生きている。削りではなく、削りを狙ったスカーレットファントムの前にエンディぶっ刺しましたね。燃やしてやるよ。さあこれは大きな先行でステイして、青尾さんこれ粘れるのか。青尾さん100ぐらいしかないぞさあ強制ダウンからスカシゲダガード発生。さあ、ゲームダッシュの方も粘る相手には無理していく人はないと。でかいぞ。あーおー離す。確定していますか、ブラウイングのジャックポットに。それともいや、今ブラウイング、いや、普通に確定しましたね。違う違う、確定しなかったですね。あの、パナッシュいきましょう。間に合ってます。ガードができました、アボさん、はい、そしてレオナがバイスに変わりました。バイスか。さあ、アボさんといえばバイスといったイメージを。あ、バイスは強いんですか。うまい。今絶対狙ってきましたね。今間違えたんですが、間に合わずオアセストからの決め目ゲダウン。これ本当に2択みたいなもんですからね。完全に2択ですね。あれさあバイス投げキャラなんですが、中下がかなり強い。うわー、 AD で刺してきた。さあ A ダッシュの遠距離 D で刺し込むプレイヤーが、あれそんな発生早くないんですか。遅い方なんですよね。あ、まあ、牽制で来る感じ。おー、違う。さあ、D サイドガードして、バイスなら当たれば。おー、でかいぞ。スプラッシュか、あのマックスのバキル。さあ、スプラッシュは地上の相手を、まあ、いわゆる駒投げなんですけど、まあ、下段系をね、一応そうですね、今実際 M さん壊し食ってましたからね。さあこれありますよ、この流れが。バイスこっからでもね、余裕で持ってきますよ。バイスこっからね、持っていくんですよ。おっ、しかし横がうまい。ゲームダッシュ。さあ体力全開までいきますかね。これいきましたね。まあでもゲージ差が1本あるだけっていう状況です ね、ゲージ差1本入れる。このゲージ差を生かして取り返せるか。このヤバオでかい、ジャンプ打ってますか。でかい、有利よりガードして、うおー、中ジャンプ攻撃をガードした後にすぐ溜めて、はい、対空うまいっすね。間に合ってましたね。うわ、追い詰められてるよ、ヤバオ。たまらず、かけがうまい、うまい。有利よりをしっかりコンサルして、さあこれは確実に敗戦制度を受けそうだ。まあ活動中だったので換気は安いだろうと、まあ、実際そんなめちゃくちゃ痛くもないんですが、しかしゲージがあーっと脱出画質 EX クロスカタ、あ、これはフラッシュダイヤ陣に乗って、おっとクロスカタです。おっ、あー飛びが取る。ああ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 あいう近距離のこすり合い、ハイネルは弱いんですよね。技の発生が遅いので。ハイネルは近距離技が実はかなり遅い。
対して、まあ、イオリア京といったキャラは、ね、まあ、伝統の禁止、まあ、毎回やたら早いんですよね、禁止。困ったら禁止。ハイデルの痛いところ、的確について、M ダッシュがグランドファイナルまで歩を進めました。さあ、グランドファイナルの2人に、一言、コメントを伺いましょう。はい。はい、はい、はい、に先でいいよね、先で、はい、さあ、グランドファイナルでもしっかり2先のまま進行させていただきます。スコアさんいらずか、今からちょっと、ね、スコアさんのこのヘッドホンつける作業をちょっと眺めながら、さあどういった試合展開になると思いますか。ですね、スコアさん間違いなく先ほどの山崎はそのまま投入してくるでしょうね。まあ、多分先ほどのチーム変わりはないでしょう、はい、確かに M ダッシュがどうしてくるか。 M ダッシュ選手他にもキャラ持ってるとしたらバイスとかなるんですかね。バイスですね、あと、まあ、クーラとかベニマルとか、まあ、そういう系を引くとそのスタンダードキャラはもう本キャラレベルで全部使えますが、山崎に対してそういう答えを持っているのか M ダッシュ。山崎そもそも飛び道が跳ね返せるわ、そうそうそう、中距離のすごい技があるから、火力高めで、あ、始まったこれ、あ、いや、違いますね、まあ、ボタンチックでしょう。さあ、ああやって見ると山崎凄まじいキャラなんですが実際大会で見るのは結構ね、あんまないんですね。そうそう、活躍させれるプレイヤーがまだあまりいなかったので、しかし、このスコアのプレイヤー数、さあ、この時間の間に M ダッシュ何か対策はあるのか。まずキャラ戦がかなり気になるところですね。キャラ戦も気になりますね。やっぱ KOF ってこういう3キャラいるとなんかね、そうキャラがコロコロ変わってたりするので、それも魅力の一つですね、はい、新しいキャラがいる。相性差もありますからね。さあ、お、これは M さんはどうですか。これいつものキャラクターですね。より変わりません。そしてコアさんは先ほどと同じ俺にやらせろって言われた山崎で優勝を狙いに行くいや KOF ウォーティングランドファイナル、はい、皆さん盛り上がっていきましょう、はい、さあ新ステージ、ナジュドステージですね。ここはリヤードですね。そして出てくるは黄色いナジュド。まずこのナジュドを落とせるかどうかが試合展開に大きく大きくからですね。さあシュウエイはこのノーヘッドに片目までいけば、あ、そうですね、でかいですね、これはかなり返せない、有利状況のまま返せない。さあ前転をするしかなくて、しっかり M ダッシュはそれを勝っていくが、さあ崩しも回避。さあこの状況体力勝っているんですが、実質コパンが当たれば大逆転、もう逆転されます。まあ、ただ M さん側がまあリードをかなり取っているので、結構端に引きこもってますね。とりあえずドロップだけは当たらないという動き、はい、ドロップだけは当たらずに針の後を通しつつ無理をしちゃいます。さあ垂直の先にエンジ、さあ先ほどナイカッターで使ったコアナジュドをゲージマックスとはいえかなり引かなく、さあゲージマックスの山崎、そうですね、だ立ち回りでゲージを入れるみたいに、ね、ワーズとして使えていくキャラではないんで、ちょっと持て余すかなっていうイメージが強いんですよ。さあ、ここさ、待ち気味に先ほどは山崎を使ったんですけど、でかいでかい、これ本当に減りますよ。でかいぞ、まぶしい。さあ、どこまで、この時点で4割、こっからどのキャラだったかな、6割、あ6割減りました、2ゲージで。
お、ヒロチン、あっ、あー、ヒロチン使っている。そう、結構ね、ヒロチン、あの判定がスカスカっていうか難しいですよね、使いどころが。おそらく前の方の台風としては結構使えるんですけど、あいつは画面端の前ジャンプに対しては、そうですね、練り込む時に対しては当たってくれなかった。今度はかなり窮地ですね、スパさん。あっと、フォアシャットが漏れる。さあ、生発動の形になったので、いいところはかなり使えるのは、ここで使う。鬼のライダーじゃないでしょ。あー、これはしかし反撃されるでしょう。あそこの隙間に対しては6グレー以内の技でなら割れます、はい、なのでまあ主演の後回りなら小足とかエフィとか、はい、小足発動までで発動の前ダッシュを生かして避ける感じ、ね、はい、避ける感じ。まああとは単純に無敵技とかでも何でも割れますけど、さあしっかりああいった無敵技のフォローに対しても対策はしています。3ワイムダッシュ、この1本はでかい。もう1本取れればリセットまで持ち込みますからね。リセット見えますね、これは。リセットまでいけばさすがにキコアさんは苦しい状況。でかい、この強制ダウン本当に嫌なんですよ、ナッシュ。あ、逃がされた。あ、腰技からのめくり、シュウエイの醍醐味ですね。音、あー、うまい、今うまい完全対空でしたね。 あれこれがケイロウズメイの壊し対空。ジャンプ A とかのほんと先端だと壊し場合当たんないんですよね。だからもう壊しド先端しか当たらない場合。うまい、さあ前ジャンプ4でジャクラヒグリッド置いてましたよ。あれはなんだ。兄弟ヒングフリットは大きな無敵があるんですが、ジャクはどうなんですか。まあ上半身無敵があります。はい、あ、一応あります。今のタイミングは、今のはちょっと審議というよりかは先に置いてましたね。さあ、シュウエイが大活躍。おー、でかい、乗ってますね、乗ってますね、これは。このシュウエイのカラパワー、おっと、でかい、ジャンプ大キックが下がって状況重視、こする、強気ですね、Mダッシュで。おっと、デビ使いガーキャーメンでしても壊しは確定、確定は確定はない。恐ろしい技。うわぁ、大ジャンプが通る。山崎の戦い方としてリードを持っているときはかなり優勢なんですが、そうですね、大川となってはかなり厳しそうに見えますね。そうですね、ゲージ使い方もちょっと厳しそうだ。いや、 やっぱりね、このあとシュウエイのキャラパワーこれが本当に恐ろしいところで一気に持ってかれますね。当たれば強制ダウンの突進技や固めに強いグラウンドがあるんですが、ハイデルンの立ち回りがなんとか芸術家に倒したい、スコアさん側は。いやー、不思議だ、未来があって、シュウエイの仕掛けは光りますね。かなり結構もう無茶をしないと逆転できないが、スコアさん的にはシュウエイをこのまま芸術パーツに倒したかったら、殺害発動で一撃使う。そうね、まあこれはもう確定みたいなもんでしょう。さあ、4ゲージハイデルといえどかなり傷を負いましたね。体力4割といったところでしょうか。苦しいですね。しかも K ダッシュ、結構まあハイデルに対してはまあ相性はいい方、やっぱり球アイニングシュートでクロスカッター消せますからね。ハイデルの特徴として非常に強い飛び道具のクロスカッターあるんですが、ここで殺しに行く、殺しに行くところではない
これだけの大幅リードを保ってあえてもうぶっ込んでいく。さあリセットです。かなり乗った状態でのリセットですね。これは M ダッシュが。さあキャラクター変更、もちろんスコア3側はできるんですが、まあ、M ダッシュはこのままいくとですね、オーダーセクト、キャラではなくオーダー、オーダーでいきました。オーダー、やはりそうですね、山崎大将でしょう。ちょっとその M ダッシュ側にリード取られた時にかなり困った様子だったので、ただその点入れるならね、そのゲージをいかにもどんなようにも使って対応はできるので、はい、山崎ルーラー対象しやすい。仮に周囲に抜かれたとしても入れるなら止められる。そうですね、止められますね、はい、山崎より止めやすいかと。やはり大事なのはこの何ていうので周囲を止めるかってとこなんですが、さあ距離がきつい。うかなり低くなかった。でかい。さあ溜まってるのは中の方。レベル3溜まってましたね。半分折り返す。近距離 C から固めてどんどん溜まっていく。まだ溜まっていくぞ。さあこれは B を解放してますね。今 NP が見えたので片タブでしょう。ホールドしてるのは D ボタン、 D ボタンですね。両キックのですね。おおって入った。これはさすがにレベル4かな。おお、これうまいですね。今最後のセーフを3段当てました。3段止まって、あれ結構2段目とか使うんですけど、そうそうそう、ちょっとかなりディレイをかけるのかな。かなり拾い方がうまかった。ディレイかけましたね。いや、おかげでワンゲージ節約できましたよ。かなり大きい。このワンゲージの威圧はあまりにも大きい。でかい。1人のアディーダで時間が溜まっていく。おっと、さあレベル2ですよ。きた。これで減るんですよ。さあ中盤指導2ゲージで、いやほぼ死にはしなかったか。おお、壊しかしげなしげの残り。さあこれ700います。700お互い極限の読み合い、はい、上り中段ガードしてから昇竜で切り返して、しかしこの体力差は使えるのか。かなりさっきのナッシュのドロップでかかったですね。本当に。おっと、ここはフォローし発動しなければ何も確定だが許された。中断。さあ体力差はどんどん縮まっている。 M ダッシュガンガン攻めてきますね。うわーっと投げすりをここが、あっとかなり遠距離のアサルトセーバー届いた。ホームブリンガー非常に芸術すぎますね。あれすいましたね。ーノーゲージの状況でさらにする。さあ、入ってくる NQC がいい味出しているが、キュウリ寄りからノーゲージコンボ。おっと、ダークグレーうまい。大橋です。しっかり対処してから、青い場の3段。黒かった。あー、うまく飛んでいきましたね。さあ、小ジャンプでは飛べないが、大ジャンプだって飛ってる。結構ね、カイエル側もクロスカッターに頼らざるを得ないところがあって、通常技は、まあ、ジャンプ攻撃以外ね、あんま頼りないんでね。さあ、このハイデルが粘ったおかげで3ゲージありますよ、山崎。まあ、ではこれは山崎がお得意の展開ではないでしょうか。これすごいですね、シャーされてる間に1回1本溜まろうとしている。サバラゾーニ焼きで迎撃するが、矢崎側だけどんどんゲージ上がってくぞ。このゲーム飛び道具打つだけではゲージたまりません。なのでイオリの闇払いはガードさせて初めてゲージがたまります。イオリが困ってる。もう5ゲージになるかというところ。あ、5ゲージだったぞ。おお、危ねえ。さあしかしこのゲームは当てなければ、どう使う5ゲージを。ヘビ、しかしイオリの ND も当たれば
次の置き攻めで倒しきれるまである。発動したい、発動したい。かなりジリジリした時間、バスッテで闇まだ4つだぜ。これ体力状況的に体力勝ちで時間切れもありますね。あー単発発動ドリルでしょう。アンチボタン連打でレベル4変わります。いやー、じりじりしましたね、あれ。あー、山崎の超飛といえばこの技はドリル。結構ね、あの山崎の超必殺技ドリルとギロチンってあります、昔からありますけど、はい、なんかギロチンがドリルっぽくて見た目がでドリルがギロチンっぽいって昔からありますけど、そうそう、どっちかどっちっていうのでね、結構判別しっかりつく人そんな多くいないと思うんですよ。あ、そんな山崎のおかげでリーチをかけたのはスコア選手。そして先ほどからね、この先鋒戦がね、そうですね、あの勝つ方どっちか大幅なリードになってるんですよね。この2キャラ、キャラパワーがありすぎてそういう展開になりやすい。このキャラはあっという間に終わらせられる力を持っているので、勝つときは大幅リードが多い。しかしこの試合は、おーっと、この試合は瞬間に傾くか、瞬間に傾いて、しかしナズオが溜まっているよ。怖いぞ、当たったー、逃げしたまなかったので、さあ逃げしたかったので生きている。おいおい、おっと、あー、なるほど、なるほど、なるほど。さあ、スカーレットファントのガーキャン交戦で投げ確になったのかな。投げ確定ではないですが、まあ、一応投げ前だったので、まあ、当たっちゃったみたいな感じですね。確定ではないはずです、はい。さあ、先ほども言いましたが、ドッと残っているナズドは生かしてはいけなかった。油断しちゃいけない、倒しきらないと。さあ、時間が過ぎていく。さあ、レベル2溜まっているが、アインシュート、ゲージ1本リードの状況で中堅戦ですね。さあ、危険な爆弾を K ダッシュが処理して、このゲージ差大きいですね。無さ、うわ、空を飼っているのは M ダッシュの方、使わされた。ハイデルは切り返しが乏しいということで、うわおっと、置き添え重症選択から壊し置いていた。あー、これは裏目いったか、端を維持、パナシング相打ち、あー釣った。さすが対空精度がすごい。まあ、何十年 K ダッシュのアイニンと対空してるんじゃんっていう話ですからね、はい、小ジャンプには壊し、大ジャンプには昇竜理想系の対空を見せてくれる M ダッシュ。この M ダッシュの K ダッシュ、さあヘビヘビ使いが当たりまくる飛ばせてもらえない。ゲージを取るわ、ゲージ稼ぐわうわ、ヘビ使いがすごいぞこれさっき大ジャンプとかにも当たってますからねおっと、おー、暴れ効く、今、肌いだし勝負かけてますね。素早いだし、スカル、おっと、あー、中断、チェーンドライブ、中断を当てにいる。これはもう、知識圏内ですね。あー、あー、シグソットを見せる、集団意識させてから、あー、Kダッシュの端攻めが強い。いや、タクの方々うまいですね、集団をあんだけ見せてから小足3発刻んで、しかもどっちが当たってももうフルコンの級のダメージっていう。さあ、泣いてもらってもこれ最後ですね、最後ですね、フルセットまで押し込みました。私が勝っても
さあ最後はギニスステージのお寺で決着がつきます。どうなるこの戦法戦、どっちが突き落とされるか。さあ溜まってましたね、ゲージも溜まって、橋尾自身がナチュラル側の方。さあこれ多分溜まってますね、もう溜まってますね。さあこれからはコパンも食らえないぞ、おっと1ゲージ払ってしまった、でかい。さあでかすぎる、イフリート、アクアスクリア、イフリート、ダイヤ引き締めて壊しましたね。惜しい、これはかなりのリードを保ったまま俊英が飛びました、デムダッシュ側。さあ、9割ぐらいまだ体力持ってますね。あと、マインバックジャンプキーで乗っかっていって。体育はしっかり落とす。相打ちが嫌だ。おーっ鋭いジャンプキー。うわ、ゲージは温存の勝ち。ゲージ温存さ、2ゲージ使えば倒してきたんですが、次を見せてゲージ温存が成功するか。しかも、M ダッシュ、ユアンゲージ使わせましたね。M ダッシュ、ユアンゲージ、温存大成功。大成功ですね。タイムも35秒。体力は9割残っています。もう、ゴム状況ですね。ゴムですね、これ。かなり面白い。さあお互い飛び道具が強いからクロスカッター、クロスカッターにアインを打って、さあもう消すが、はい、スパーさんがもうクロスカッターを絞ってますね。やっぱりスイートも消されちゃうんで、壊れたらダメなんで通常技打つときは配信の注意を払い、まあ入れ込み発動してきた。さあ、ガーキャンボーケにしっかりと当たる、投げをするジャンプ。さあ、生ハット、ここで倒しきりに行くのがスコーナー。おぉ、レプリはなんだ、しっかり避けてハイデルが生ハットすると何かが起きる。さあさあ、ハイデルがここに来て大活躍、大活躍、寄せつけない立ち回りへリーチをかけたスコー選手。これは今度はかなり大幅リーチです、いやリードですね。アイデルが数々の大会を支えてきた M ダッシュの4人、おー気づかれくずかぜ段階に青いバラから、青いバラ置き攻めはムースだ、回していく下ため上刺さる。さあ見えてきましたね、青いバラ、おおだー、これミスる、なんとこのミスはこれは大きすぎるぞ、強制ダウンからシュワーン勝負を限った大きすぎる、あー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 優勝はスコア選手、おめでとうございます、おめでとうございます。